いやいや、才能の原石ども、運とは何かか、なかなか香ばしい議題じゃないか。運は運だ。偶然以外の何者でもないだろう。まずは一つ問う。お前らは鳩に糞を落とされたことはあるか？で、かかった後になって気づくん。足元にはいっぱい糞が落ちてて、でも先に気づけてれば避けられたこの事象、運が悪かったと言えるか？だからなんだよ、さっきから。運はどこにでも存在するものじゃなく、落ちる場所にいるものにしか舞い降りない。フットボールは90分間に起こる必然と偶然の連続だと考える。この最後のシーンがそれだ。16番がドリブルで抜け出してシュートに向かうこの瞬間、突破を読んで走り続けていた15番以外は、1番はスピードを落とすところか15番の方へ加速した。シュートが弾かれるという偶然の発生にかけて走り続けたんだ。ちょっと待ってよ。ボールがそこに落ちてきたのはたまたまだろ。誰のところにも落ちる可能性はあったじゃん。そうだよ。でもそれはただマイボールになるっていう可能性でしょ。仮に1番があの時周りと同じように減速していたとしよう。確かにそこにもボールは飛んできたかもしれない。シュートする前に敵のディフェンスがワンアクションで届いてしまう。当たりが引ける場所でただ一人運を待ったんだ。偶然に対する心構えができてないんだから、いつでも掴み取れるように己を高め、そんな嗅覚を持つ人間にしか運の女神は微笑まない。サッカーには運も偶然もあるんだよ。運に翻弄されているうちはまだ二流だ。真に戦う人間にのみ運は平等に降り続ける。リン、お前はそこまで分かって。別にそのクソメガネが言ったことが全てじゃねえ。お前が発生させた偶然が俺のところに巡ってきただけ。俺はお前に運の差でしか勝てなかった。お前に負けた自分への戒めだ。怖いな。俺リンに届いたと思ってた。負けて選ばれただけだ。その事実を受け入れろ。このままじゃ次はない。運というピースを思考回路に取り入れて、リンに勝つためにもっと新しい自分が欲しい。さあ次は3次セレクション。まずは手始めに24時間後5対5の試合といこうか。檻の中の蛙どもへ世界を知る時だ。